スピード勝負の FX の世界で直感を加速させる革新的な取引画面じめね安ね高ねチャート1つの画面で過去を見える化にして今チャンスをつかむいつでもどこでもスマホで今の瞬間を大切に生きる人へハイスピード FX 迷う怖い FX の世界で一歩前に楽天 FX デモ取引コスト0円で本番さながらの FX をリアル体験仮想資金500万円で腕を磨きましょうまずは簡単3ステップニックネームとメールアドレスで簡単申し込み取引ツールダウンロードデモ講座ログインここにはチャレンジを阻むものがない楽天 FX デモ取引 楽天 CFD セミナー、超インフレ時代のトレードアイデア、本日、司会進行を務めてまいります内田さみと申します。いいさて、欧米では利上げ最終局面というふうに見られておりますけれども、そんな中、先週の金曜日に日銀が YCC の柔軟化に踏み切りました、いよいよ日本も金融政策引き締めの方向へ。 というふうになりそうな中2023年の後半戦の投資戦略非常に気になるところかと思います本日は皆様お集まりいただきました皆様にとって投資のヒントとなればいいかなというふうに思っておりますそれではまずは本日のプログラムからです楽天証券二瀬俊太郎による楽天 CFD マーケットスピード2のご紹介そしてピクテジャパン客員フェロー岡崎亮介による講演質疑応答となっております また本講演に先立ちましての注意事項ですがこちらの内容よくお読みいただいた上でご参加をお願いいたしますそれでは早速ですが楽天証券二瀬俊太郎により楽天 CFD マーケットスピードツーのご紹介をさせていただきますそれではよろしくお願いします ではあの私今ご紹介に預かりました楽天証券 FX 事業部の二瀬俊太郎と申しますよろしくお願いいたします。はい、であの自分は今 CFD の担当をさせていただいておりまして今回のマーケットスピード2 CFD が追加されたところもですね自分も担当させていただいたところになりますのであの私の方から岡崎先生の前にあの20分少々あのご説明させていただきたいと思いますのではいあのよろしくお願いいたします。では。 こちらなんですが、えー、7月8日からマーケットスピード2がバージョン4.0.1にリニューアルされましてでそこにですね、えー、CFD の取引機能が追加されましたで何点かですね CFD の取引機能が追加された画面があ,のあるんですけども主にこの CFD トレーダーという画面 こちらが CFD 取引に特化した画面となっておりまして、えー、CFD 取引に必要な、えー、主に5つ,5つのです、ねえー、機能がこの画面に集約されたものとなっておりますのでちょっとこちらをご説明させていただきたいと思いますではまず最初にですね CFD 取引はですね、えー、総合講座にご入,ご入金いただきましてその後 iSpeed、えー かえー、このマーケットスピード2ですね、このお取引ツールで、振り替えという操作が必要になるんですけども、まずですね、振り替えというものが、この上の画面でできます。今、マスター講座という、えー、純資産マスター講座というところがございまして、で、余力なども表示されておりますが、ここの中でですね、証拠金情報というところがございますので、ここを押していただきますと、 この総合口座、かっこ預かり金と書かれているところがあの皆様がご存知の普通の楽天証券の総合口座の金額となっております。で、この楽天証券の金、あのマスター口しし座にある金額をこの CFD のマスター口座にお振り返していただくとこから楽天 CFD の,楽天 C F D のです、ね、お取引が開始されるという段取りになっております。なので 例えばですね、ここに、今、預かり金、振り替え先がマスター口座というところで選択をして、金額を入れますと、確認画面が出てまいりますので、ここで振り替えというボタンを押していただきますと、この CFD マスター口座にえ預かり金から振り替えたということになります。 でこれは即時行われますので、まあ、いつでも行ってい,くいただくことができます。でまた、ですねこちらちょっと下の方なんですがここにはですね、えー、各商品 CFD 口座ごとの、えー、余力であったり証拠、えー、金維持率が書かれておりますので、まあ、こちらが。 こちらをご参照いただいて、今の余力であったり、そういったものを確認していただきまして、必要に応じて、この、またマスター講座から、個講座への振り替えというものもできますので、そういったものをしていただくという形になっております。では、本日、ちょっと日曜日なんですが、テストモジュールとして、こちら今、冷凍を流しておりますので、 あのこういったところで,ですね、基本情報であったり、注文の仕方なども私、私の方からご説明させていただきたいと思います。ではまず、CFD、楽天 CFD なんですが、38銘柄、お取り扱いございます、23銘柄が指数 CFD、14銘柄が商品 CFD、1銘柄がバラエティー CFD となっておりますが、こちら、ッ i x 指数のみです。 でこちらはですね、えっと、一覧というところで、すべての,あの銘柄が見て,いただく見ていただけるようなところとなっておりまして、ここにあのプライスが書かれているんですけども、まあ、スプレッドであったりで、あと右の方に行っていただきますと、4本値であったり、 あとはレバレッジですねレ、まあ、レバレッジはあのこちらあの指数はあの10倍というふうにまあ決まっているんですけれども、まあ、あのここにですね情報が書かれておりましたりあとは取引時間ですね取引時間というものも書かれております。で今、ですねここには何も表示はされてないんですけれども、えー、CFD 商品、ですねこちらあの調整金というものがございます。 金利調整金、価格調整金配当調整金というものがございましてその銘柄によってです、ね、どの調整金がかかるかというのは変わってくるんですがそういった調整金の情報はです、ね、毎日更新されましてその日のです、ね、ニューヨーク,クローズ時点つまりです、ね、今に、えー、と夏時間ですと朝6時の時点で保有されていた方にその調整金が差し引きされるという。 あの掲載になりますのでこちらですね、えー、お昼過ぎごろに入力されます4時ごろまでには入力されましてその4時から、えー、翌6時までの縦曲、えー、をた持たれていた方にこちらが適用されるという流れになっておりますがこういった情報もすべてあのこの一覧という画面であの見ていただくことができますでまたですねこの一覧今あの文字情報といいますかその数字の情報なんですけども ここにミニチャートというものがございまして、ミニチャートを表示していただくといろんな銘柄ですね、こちら、チャートでちょっと小さいんですが、あの見ていただくことが可能です。で、また、このミニチャートの下にはですね、縦玉の数量となども書かれております。例えば今、トピックスの当社の取り扱い、日本 TPX という銘柄でお取り扱いしておりますが、こちら今、買い縦玉。 に持っていてい評価損益が、えー、とプラス、えー、159円というふうになっておりますがこういったものも、えー、リアルタイムで変化していくようなものでございますで、はい、こちらをです、ね、こあの右側がですねあの注文のパネルになるんですけどもここに同期というボタンがございまして例えば今、えー、トピックス です買いの,の縦玉2つ持っているのでここ、同期というボタンでチェックしていただいたらもうここを押していただいた時点でもうあのこちらも注文のパネルが、えー、日本 TPX の注文のパネルとなりますのでここで、まあ、例えば決済をしたいであったらここに入れていただいて決済売り。 ししていたただきましたら、えー、決済できるようになりますで決済すると、ですね、まああの決まあ、新規もそうなんですけども、約定すると、今あの、ご覧いただいたように下の、右下の方にポップアップが出て、情報が見れるような形となっております。はい、ではですね、えー、と今、ちょっとご説明をさせていただいたんですが、右側のです、ね、注文パネルのところも、えー、合わせても、もう一度ご説明させていただきたいと思います。 では、えー、と注文パネルはですねスピード注文、えー、新規注文、あ決済注文というものがございまして、まあ、こちらはあの他の銘柄,柄といいますかその他の商品とも同じですのであのお客様にとって馴染みが深いものかと思われますが、えー、と一応のご説明といたしましてはこういったところです、ね、で、まあ、新規、今あのご説明してましたよう、ね、に同期というところをチェックしていただいた状態でしたら、まあ、このいろいろ あの米国30、ダウですねこちらダウであったり SP500 のえーと連動銘柄のえと米国500であったりまあそういったものをクリックしていただきますとこっちが変わっていくという感じでございます。で、なり行き注文は先ほどあのお試しいたしました通り例えば、買いの成りきで1ロットまあこれが約定しましたというところが出ます。 であの今、あの成り行きのところでちょっと出ていたんですが、必要証拠金というのもです、ねえー、数量を入れた時点でこう表示されますので、お客様の、えー、口座の中で、この必要証拠金があるのかというところもあの、こちらでご確認いただけます。必要証拠金がなければ、あのもちろん注文はあのできないので、えー、こちらでエラーとして返されるという流れになっております。 はいでは、えーと、注文のところを、ね、こちら、注文がのパネルがありまして、でこの下ですね、えー、3個、ウィンドウがございます。で3個なんですが、えー、こちらですねマルチツールとなっておりまして、まあ、こちらもですね先ほどの注文パネルと同じように、同期というところをですねチェックしていただいている状態だと、まあ、同じ。 銘柄をクリックした同じ銘柄のところで同期するというところでございまして、まあ、あの例えばの使い方としては時間足こっちを4時間足こっちを日足などとして、まあ、あの行っていただければ一つの銘柄に対して、まあ、違うチャートが表示されるという形になっておりますちょっとこれをカスタマイズも可能なので大きくしたいと思います はいではあのー、このマルチツールなんですがチャートも選べますし視況、まあ、という、まあ、先ほどの、あのー、ここの一覧の同じ情報ですねそういったものも見られますし時系列といって、まああのー、4本音を、まあ、クローズの時点の4本音ですねこちらを見,見ていただくことができますあとは、まあ、ニュースですが、まあ、こちらは。 まあ銘柄に準じたニュースがこちらに流れるようになっております。ちょっと日曜日なので、今情報がないんですけども。なので、このマルチツール1、2というところで、そういったこちらの4つの項目から選んでいただくことが可能となっております。はい、では、最後なんですが、こちらですね、紹介というところでございます。紹介のところは、 えー、CFD 銘柄の縦玉の一覧であったり、えー、と注文紹介であったり、もうじゃ薬匠紹介、こちら、薬匠紹介であったりですね、あと、今回、新しく、えー、株などにも入っていない機能として導入させていただきましたのが、この取引分析ツールというものになります。 取引分析ツールは主にお客様の取引の状況を可視化するためにこちらで作成したツールとなっておりましてまずサマリーというところなんですけどもこの前月費こちらのちょっとアカウントでは今月しか取引がないのでこういった情報になっているんですけども前月費を見ていただいたりですねあと取引状況としてはいえと売りの件数の方が 多いのかとか、えっと買いの件、数が何件あるのかとかですね。ま、利益のあの平均値です。とか、そういったものもあの見ていただくことができまして。ま、また勝率というところもございます。ちょっと。9件6。なのでちょっと勝っている状況です。でこちらですね。損益のところなんですけど、もどういった銘柄で利益が発生していて、どういった銘柄で損益が？ えー、多くなってしまっていたのかというところも、まあ、ご自身のお取引の状況を確認していただくことが可能ですでこちらはあの先ほど申し上げた通り CFD トレーダーから新しく追加された機能になりますので、はいあのー、皆さんに使っていただいてちょっとあのこうフィードバックを得たいというところでございます、はい、では、えー、と今のがですねこの証拠金振り替えと 一覧と注文とマルチツール紹介この5つのところがですね CFD トレーダーで追加された集約された画面となっておりますはいでは、そうですね、一とおりあのご説明をさせていただきましたが例えばですねえ 皆様ご存知だと思うんですけども、OCO 注文であったり、イフダン OCO、いふだんという注文もできますよというところであったり、あと、本日はちょっとスピード注文ができないんですけども、スピード注文という形で、えー、ここのパネルを、まあ、こういう状態になっているので、平日は、平日はこういう状態になっていて、パネルが活性化されている状態なので、数量を入れていただいて、まあ、押していただくだけですぐ注文が。 できる薬剤するという、まあ、成り行きのみの注文が薬剤するという、えー、スピード注文というのもございます。でまたですね、こう言って、まあ、こちら株あの国内株式米国株式にもある機能かと存じますが。 右クリックもしくはこの注文というところの CFD からこのポップアップを出すこともできますのでチャートを見ながら、えー、瞬時にこう躍動させたいというところであったり、まあ、そういったところもあの対応できるようになっております CFD トレーダーの説明は以上になります、はい、ありがとうございました それではお待たせしましたご紹介させていただきましょうビクテジャパン客員フェロー岡崎亮介さんによる講演でございます岡崎さんよろしくお願いします皆さんこんにちは岡崎亮介ですようこそいらっしゃいました一番大事な話を最初にした方がいいですよね相場強いですねこれは <laughs> あの金曜日のマーケット皆さんびっくりして見てらっしゃったんじゃないかと思うんですが えーまあ、今さらいちいち私が説明する必要はないと思うんですけれども、まあえー、日本銀行が、まあ、実質的な YCC と言われている、イールドカーブコントロール政策というヘンテコリんな金融政策を解除して、金利が上がっちゃうぞということで大騒ぎして、一旦は3万2千割れるかなみたいな大騒ぎしたところから一気に800円ぐらい切り返すまあなかなかめったに見れるものではないです。けども まず切り返す力があったということは当然、買い物が入ったということでそれ自体も買いの理由になりますよね、それからその後引けまでずっと日本株の強さが持続されてさらにニューヨークまで受け渡しされた後ニューヨーヨクでもニューヨークでおそらく3万3000円まで上がってますから月曜日、3万3000円台から始まるんでしょうね、この相場のパターンは月曜日から一気に上抜けた方がいいと思います。 上抜けちちゃゃうっていういいのは、まあ、3万千円ぐらいからか始まっちゃった方がすんなり上がってくれると思いますすんなり上がってじゃあどこまでいくのかというととりあえずその場合はおそらく8月に入って最初の2週間ぐらいで高値を更新するという感じかなというのが私の今見ているイメージです一番大事な話を最初にさせてもらいました何ではそんなふうに見たかという話なんですが今日のテーマなんですが超インフレ時代のトレードアイデアというお題をいただきました さすがに「超」っていうのはちょっとね「超」って言われるとちょっとこうビビっちゃうと言いますかね、えー、10%インフレになるのかとかハイパーインフレになるのかなんて話もありますけどそんな話をしようとしてるわけじゃありません。ハイパーインフレは日本では起きません。まあ、藤巻先生なんかは起きると言ってますけどもあれは起きません。ハイパーインフレっていうのは何で起きるかっていうと賠償金を払わなきゃいけないドイツであるとかあるいは海外の借金を返さなきゃいけなかったロシアとかジンバブエとかこういう国で起きるわけで。 日本、何か今、賠償金があるわけでも、海外から借金あるわけでもありませんから、そんな心配はする必要ないです。ただ、インフレ自体が始まったんですよ。超と感じるか、普通のインフレかと感じるのは、年代によっても違うでしょうし、若い人たち、今日もお集まりいただきましたけども、インフレ、初めての経験だと思いますから。 普通預金ななんか上がるの見たことないと思いい思ますし銀行に行って銀行預金で利息がもらえる時代なんていうのは信じられないっていう,っていうような感じの人もいますからそういう意味ではまあこれぐらいちょっとこうキャッチーなタイトルの方がいいのかもしれませんそれよりも今日お話したいのはトレードアイデアの方なんですねトレードアイデアっていうのはこれインフレ時代になってくるといろんなものが全部上がってくるわけですよ上がってくる中で もうどう相場に乗りこなすかということなんで今日の一つのテーマに,ーマに,ーマになるんですけどねあんまり個別なうんぬんかんぬんでですねみんなの知らない銘柄を発掘してで天馬岩を狙うとかですねそこよりは普通に日経平均を買うとか普通に SP500 を買うとか普通にドルを買うとかあるいは時にドルを売るとかまあそういうざっくりした その大きな指数と言われているものですねこちらを今まであまり興味がなかった人も3分の1か半分ぐらいはですねそこにエネルギーを注いでもらった方がいいんじゃないかと思いますまあそんな感じでですね、えー、今日お話しするのは例えばトヨタが上がるとかソニーがどうだとかっていう話よりは日経平均がアメリカ株がドルが。 まあこんな感じで話していきますでそれぞれすべて今の時代、こちら楽天証券さんも CFD という道具を使って CFD というプロセスを使ってすべて取引できるような形になってますから、まあ、時代の進歩です、私がまだ若い頃はそんなものができません、先物も何もありませんでしたからね、このインフレが始まった時代、おそらく皆さん乗りこなしていくことができるんじゃないかなと思います。じゃあ早速話を進めていきましょう はいあの日本のインフレの話からですすみませんえっ、ー、と日本のインフレが3%を超えてきたということで大騒ぎになってますがあのー、まだもう少し上がり続けると思いますこれ今見てもらっているのは、えー、コアの1コアの2と書いてますが総合は今3%ちょっとですねコアもちょっとまあ3%ちょっとなんですけどもこのコアの2というのが4%を超えてるんですねでコアの2というのはこの コアの1からエネルギーを除くというふうに書きましたけれども一応国際標準でアメリカで使っているインフレ率のコアとかそれからヨーロッパで使われているコアとかも全部このコアの2型なんですよコアの2型が4%あるというのはこれはほぼほぼアメリカと今日本の実態は一緒ですたまたま一昨日になりますけどね金曜日にアメリカで発表された PCE のデータを見ても PC 全体がもう3%まで落ちてきましたからね、アメリカはまあインフレに大方勝利しました、インフレをやっつけることができた、ただ問題は目標としている2%まで下げれるかどうかというところなんですけどねで、日本の場合はね、これからなんですよね、戦うのが。で、日本の場合ですね、アメリカのような9%のインフレにならなかった理由が2つあります。1つは、えー、電気料金とかに政府が補助金出してくれました、今年のここですね、 1>, 1月から急にインフレ率が下がっているのは、これは政府が電気代を下げてくれたからです、あともう一つ、日本がインフレからまだ守られているのは、一つだけアンカーがあるんですよ、日本にぜあのここまで全然物価が上がってこない、あのインフレがなあの、値段が上がってこない、2割ぐらいのウェイトをも占めているものがあって、それ何かっていうと、家賃なんですよ。 アメリカの場合は家賃がどん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 上がっちゃったんで、もう手のつけられないインフレになっちゃったんですけども、日本は家賃が恐ろしいほど止まったままなんですよ。で、この家賃というのはね、なかなか複雑なもので、そもそも固定資産税が上がらなきゃ家賃上がらないだろうとか、あるいは家の例えば住宅ローン金利とか、いろいろ全部ひっくるめて、家の総合コストが上がってこなきゃとか、そもそも家が買われなきゃとか、いろんなのがあるんですが。 まあそこを話してると時間がなくなっちゃうんですけども日本のインフレが止まっているのはこの程度で収まっているのは家賃の力です家賃が日本でもう 19%GPI 全体の19%持ってますからこれが止めてくれてるんですよでも逆に言うと残りの8割は上がってるんですよ。例えばえいろんな品目がインフレにあるんですけども大体5000品目6000品目あるんですけどもそれのちょうど真ん中 下から数えて3000品目上から数えて3000品目ぐらいのところで真ん中の物価がどれぐらい上がってるかっていうと今日本で6%ぐらい上がってます結構なもんですよ6%ぐらい上がってますで真ん中の6%ぐらい上がってるものって何かっていうとこれ調べてみて面白かったんですけども例えばお菓子とか例えばお茶類今日も女性の方が来てくださったのでまあ多分実感されてると思うんですけどもお茶の値段っていうのは上がってるらしいですね紅茶にしても。 日本茶にしても何にしてもでこういう何気ないものが上がってるっていうのがやっぱりインフレなんですよだから家賃が抑えてくれてるから数字で見れば3%とか4%ですけども生活実感としては日本の物価は今6%だと思いますでアメリカの場合この生活実感としての中央値は6.4%ぐらいありますで中央値が6%あるということはこれはなかなか収まらないですよ今年も来年も収まらない このあたりの分析は私ごと,ときができるんですから、上田日銀総裁もおそらく優秀なスタッフから報告もらってますから、記者会見で手遅れにならないようにしなきゃいけないなんていう言葉が出てきた、その背景になったデータがこういうものじゃないかなと思います。たただあのインフレの時代が始まったととと、いうことは、我々投資家からすると 今の目線はお茶の値段が上がったとかお菓子の値段が上がったとかあともう一つ言うと果物の値段とかも上がってるみたいですね。まあ、一番よく上がったのは魚介類とかあ,のあと卵とかがものすごく一番上がったんですけどね。だけど、えー、投資家目線で言うと 今の消費者目線で見た、まあ、卵の代わりに何があるかなとかお魚の代わりに何を食べようかなとか、まあ、お茶が高くなったから麦茶にしようかとか、まあ、麦茶も上がってるみたいですけどもそういう問題じゃなくて投資家からすれば何をどうこれから資産運用に生かしていくのか何をどう資産運用を変えていくのかというのが一番大事なテーマになりますちょっと面白いデータをお見せしたいと思います。 生きき方を変えていいいかなきゃいけなゃけと思うんですね資産運用のあり方を変えていかなきゃいけないと思すやり方を変えなきゃいけないどう変えるのか今までととじゃあ今までとっていつかということなんですけども今までとっていうのは私はデフレの時代これが終わったと思うんですね。でその終わったデフレの時代っていつかというと私なりの計算では95年から2021年までの27年間というふうに規定することができました。 この棒グラフは1年前と比べて物価がどれぐらい上がったということです昔は74年75年なんていうのは1年前と比べて2割も上がった時代がありましたこの2割の時代は私は中学生高校生ぐらいだったんですがうっすら覚えてるのはお豆腐の値段がめちゃくちゃ上がったっていうのがこの時代です例えばお洋服の値段がめちゃくちゃ上がったっていうのはこの時代です例えば履物靴の値段がものすごく上がったのはこの時代です でそういったものもののものが上がってガラッと世界が変わったのが80年代90年代ですお豆腐が豆腐屋さんに買いに行くのじゃなくてパックで売られるようになったとお洋服が高級なものじゃなくてそれこそ70年代にしまむらがあったんじゃないかなユニクロもなかったと思うしどんどん安くなっていったのも80年代90年代靴なんていうものも高級品でそれこそ誕生日にしか買ってもらえないような え少々足が痛くてもね穴が開いててもあの履かなきゃ子どもは履かなきゃいけないなんて時代が70年だったんですけども誰でも気軽に安く運動靴が買えるようになっていった時代がこの時代世界変わるんですねでわれわれ今はまたインフラの時代が始まります何かしら変わるんです変わるんですが決着つけなきゃいけないのはこのデフレの時代っていうのは一体どんな時代だったのかこの時代が終わるんだからこの時代の真似この時代のテンプレートはもう捨てなきゃダメなんですよ デフレの時代ってどういう時代だったかというと賃金が上がらなかった時代です27年間で2.4%ですデフレの時代ってどんな時代だったかというと不動産住宅が上がらなかった時代です物価が上がらなかった時代ですで、名目経済成長というちょっと専門用語なんですが企業で言えば売上が伸びなかった時代です実質 GDP これはまあいわゆる経済成長というやつですけどね,けどねこれがもうあの全然20%ぐらいしか上がらなかったということですね 株価が上がらなかった時代ですでも家計の金融資産は80%も上がりましたなんで上がったのか貯金をしたからです一生懸命貯金をしたんです貯金することに意味があったんですねなんでかっていうとデフレですから物価が下がるんだったら今買わない方がいいと貯金をしましたでもデフレの時代ってね、東証の時価総額って倍になったんです株が上がらないのになんで株が上がらないのに時価総額増えるか これは IPO ばっかりやったんですよ、PO ばっかりやったんですよ、増資ばっかり起きたんですよ。皆さんも思ってるんじゃないですかね、銀行の増資、みずほのです、ね、増資に応じた投資家なんていうの多いんじゃないでしょうかね、IPO は毎年毎年、多い年、ね、年で150件もありましたから、簡単に言うと、起業家が楽だったんですよ、起業家がお金集めるのが簡単だったんです、誰でも、誰でもまあ青年実業家になれたようなもんです。 私はなれませんでしたけどもそんな才能はなかったんですけども金を集めるのがすごく簡単な時代だったんですよとにかく物価が安いわけですからでお金がうな,うなりを上げているわけですから金利が低いわけですからマネーストックと書きましたけどこれはまあお金の流通量ですね市中にあるとにかくお金ばっかり動いたお金ばっかり集めることができただけど売り上げが伸びなかったと。 会社を起業したのはいいけれども上場できたのはいいんだけれども業績が伸びませんこんな会社が続出したこれがデフレの時代ですその時代アメリカはどうだったかというと先ほどのグラフと全然違う形です並んでいる順番は一緒ですアメリカは賃金がこの27年間で倍になりました不動産価格は3.5倍になりました物価は6割です名目 GDP の方が実質 GDP よりも大きくなっていますこれが自然な姿です 当たり前ですけれども、実質、つまり数量で伸びる分、プラス物価で伸びる分で名目が出ますから、これが新しい、あ,のあるべき姿なんですね、株価は上がりました、株価が上がった分と大体連動して、家計の金融資産が上がりましたと。日本というのは、やっぱり極めて特殊だったんですよ。さて、これで、えー、比較するものができたんですが、おそらくこっちの形になっていくと思います、これから。 これからの日本は、賃金もデータとしては7月から上がると思います。で、不動産価格も上がると思います。すでに上がっています。で、物価が上がると思います。名目 GDP も、そして株価も上がってきます。この形になるはずです。この形になるはずなんですが、ちょっとラップを見てみましょう。ラップタイムを取って、とりあえず1年3か月、日本のインフレが続きましたけれども、この1年3か月の間に日本がどう変わったか、こんな感じです。残念ながら、時給が全然上がりません。 金利給料はねでも株は上がりましたよで物価もちょっとずつ上がって二十七年間の数字をもう抜きました不動産上がってきましたでここですね名目 GDP が実質 GDP を上回ってきました健全な健全な形になってきましたでさらに時価総額はそんなに増えていません株価の方が増えてますこれどういうことかというと自社株買いで株が消却されています株数減ってんですね。 ですから普通、これ17%株が上がったらこっちも17%上がるはずなんですけども株のボリュームが株のまあ数量が減ってますから落ちてるるという形ですね。アメリカのような形には完全一致はしてませんが一応大事なのはこれです名目と実質名目値が実質を上回ったという形です。今ようやくスタートラインを切っったととここころですここですちょっと 昨日なんで,で株が上がったのかというのを私なりの分析を説明したいと思いますまあ私なりの分析も,もういくつか出回っていますから何人かの人が読んでくれていますけれども金曜日の日銀の展望レポートで素晴らしいポイントが見つかりました特筆すべきポイントですそれは何かというとあの日銀が日本の潜在成長率が0%台の前半しかないと認めたんですよ これ、今まで白川総裁、前の前の総裁ですけどね、あの人はもう、頑固言ってるというか、必死になって、日本の潜在成長率は1%あるって言い続けた人なんですそうじゃなくて、今の上田さん、および上田さんのグループ、新しいグループは、日本の潜在成長率は0%台の前半だ、ボロボロだと認めたんですよ、全然力がない0。0%台の前半ということは、どうでしょう、0.1から0.4ぐらいですよね。 仮にししましょうか。アメリカの FRB が我が国、アメリカの潜在成長率は長期経済成長見通しはいくらかと聞かれたらアメリカは1.8%と答えているんですよ。アメリカは1.8%なんです。日本は0.3なんですよ。1.8%の国がインフレの目標を2%にしてるんですよ。こっちは0.3%しかない国もインフレの目標を2%にしてるんですよ。 無理ですよそれはそもそもが。今度2%の目標にこんなに低い潜在成長率で追いつこうと思ったら相当金融緩和しなきゃいけない。これが結論です長期金利が1%になるとか0.8%になるとかそこはどうでもいいんですよ。どうでもいいっていうのはそもそも日本の長期金利なんていうのは日本のファンダメンタルで動いてませんから。 じゃあんで動いてるのかと思われるかもしれませんが日本の10年金利10年以上の金利10年20年30年という長期長長期の金利を動かしてるのはアメリカですからアメリカの金利がアメリカの10年金利が上がったから去年の夏は日本の長期金利が上がったんですよね今アメリカの長期金利上がってませんから日本の長期,長期金利大事上がりませんでそれよりも大事なことは本気で この,この低い成長率の国を本気でインフレ率2%にするってことはどんだけ果てしない山を登っていくのかぐらいのそれを認めたんですよ日銀がこれは世界の投資家に交換されましたああ本気でやるんだなとまあそれはそうです今まで日本銀行は一言も言ってないんですよ 黒田日銀総裁が異次元の金融緩和と掛け声分かったよかったんですけども、インフレ2%、2年で2%にするとか言ってましたけどね、2%という目標があったんですけども、じゃあ黒田さん、日本の潜在成長率っていくらですかって答えないんですよ。じゃあ黒田さん、日本のええ日本銀行の中立金利はいくらですかって答えないんですよ。答えなくて目標だけ掲げ,掲げていて、ただただマーケットをびっくりさせていたのが黒田日銀なんですよ。今回、上田日銀が一番変わったのは、 アメリカ同様に全部オープンに包み隠さず我々が何を見てるのかどういう計算でもちろん矛盾は見つかると思いますよだってさっき言った通り0.3%ぐらいの成長でどうやって2%を目指すんだというわけですちなみにアメリカの場合は1.8%の成長の見通しがあって 2%の目標を立てて、それに対して FRB は中立金利と言われている、長い目で見たときの政策金利を2.5%にここに目指しますと、今5.5までいきましたけど、やがて2.5にしますまあこういう話なんですけどね、この3拍子が揃っているんですよ。目標の経済成長と、見通しの経済成長と、目標のインフレ率と、それに対して自分たちが中心とする政策金利、この3つが揃っているんです。 今までは日本は目標のインフレ率がなかったんですよ。残り2個なかったんですよ。でここにもう1個加わったのが今回の潜在成長率、0%台の前半しかありませんと認めたんですよ。弱い国なんて認めたんですよ。弱い国でなんとかインフレを2%にしていくためには金融緩和を推進しなきゃいけないというこれは結論です。でも日本のまあ潜在成長率が 0.3%しかないということは安心していいのは日本にはまだこれが実質金利だといえる物価連動国債とかないんですけどもアメリカではアメリカはあるんですけども日本の実質金利は絶対出て0.3以上にならないですよ0.3以上にならないということは物価を超えるような物価水準を超えるような金利の上昇とかこれもありえないですなぜかというと0.3%しか成長がないんだったら実質で見た時の ちょっと難しいい話でごめんなさいね実質金利というのがあるんですけれども実質金利が0.4とか0.5になったらこれ一発で景気促進しますからアメリカの場合も今、えー、経済成長見通し1.8なんですけども実質金利は絶対上がらないです1.6までしか上がってないですこれがアメリカの今原動力です。 で日本の実質金利が上がらないということが分かれば、世界中の人は何を考えるか、そうか、日本って実質金利が上がらない国なので、実質金利が上がらない国は、成長株投資なんですよ。実質金利が上がらない国は、それは成長制約ないんですよ。もうどのいくらでもやれみたいな感じちょっとすみません、脱線してみましたね、興奮しちゃいました。まあ、でも、こんな感じで日本は今、動き出しています。でもう一回言いますね。 日本とアメリカこれ逆転をしていますこの逆転をしたことを日経新聞なんかは、まあ、ここ日経新聞でやってますけれども、まあ、やっぱりみんなの樹木を集めたいから、えー、何年ぶりだみたいなことで大騒ぎするんですけれども私も調べてみましたこんな感じですね、えー、このグラフはアメリカのインフレ率から日本のインフレ率を引き算したものです。日本ののインフレ率がアメリカを追い抜い抜たのは こここ追い抜い抜てるんでですけどねこれであの資料を作ったのがちょっと前なので、えー、過去になっちゃうんですけれども今回で1回、2回、3回、4回、5回目です。5回目ですアメリカのインフレ率を日本が追い抜いた過去5回です。だけどこのうち91年はアメリカ景気後退期97年は日本の消費税増税08年はアメリカ景気後退期日本は13年は、まあこれえー、っと14年からですけども、えー、日本の消費税増税期。 こういうい特殊要因の中で日本がアメリカのインフレ率を追い越すことはありましたけども今回みたいにアメリカは景気後退になっていません7月の FOMC で一番印象的だったのはパウエル議長が景気後退はないと言い切りましたね言い切ったっていうのは心配ですけどね逆に言うと半年ぐらい先にあるかもしれませんけどねあの人が言い切ると失敗すること多いのでインフレは一時的だなんてったら半年したらインフレ本当になっちゃいましたからね まあでもいずれにしても景気後退はアメリカにはないし消費税も上げてませんからあるとしたらここなんですよ70年代。70年代の日本はさっき冒頭でも言いましたけどもアメリカがまあアメリカかじゃないなあれは石油ショックなんかがあったところなので世界の供給ショックに世界で供給ショックが起きるともうひとたまりもないぐらい弱い国だったんですよ。弱い国だったから 起きたんですけれども。ただ、その時代の日本七十年代っていうのは、これ株の動きです。千九百七十年の十二月を百として、比較のグラフを作ってみました。競争させてみたんです。ダウ工業株は。ダウは全然上がらなかったんですよ。この頃まだ S. P. もナスダックもありません。取ってしまうと、百二十五まで二十五パぐらい上がるんですけれども、その後景気後退がずーっと落ちていきます。日本はというと、この間ぶっちぎりなんですよ。 この間、ぶっちぎりだというので、これをまあ仲間うちに見せたら、そうか、日本株上がるのかってみんな言うんだけど、違う違う違う、そんなことが言いたいんじゃないと、そうじゃなくてこれ、高度経済成長で、まだ日本、発展途上国ですから、そうじゃなくて、これ、なんでこの時代に日本株が上がったのかというと、さっきの豆腐屋の話と一緒ですよ、豆腐がパック売りされていくという話、例えば、お洋服がしまむらとか、そういう新しい小売店がどんどん生まれてくるという話。 靴屋さんもどんどん生まれてくるという話何かっていうとこの時代って一番日本でイノベーションが進んだんですよ日本が成長株だった時代なんですよつまり何が言いたいかというと日米で消費税,消費税あの、えー、とインフレ率の、えー、消費者物価指数の上昇率の逆転があったということでだから日本株買いなんだ万歳っていうふうに考えちゃダメなんですこれはちょっと短絡的だそうじゃなくて やっぱり成長株だと,もだと思います、私は、これ、意見分かります、絶対バリュー株だって、もう石にかじりついて、もバリュー株投資だ、中古型割安株投資だって言ってる人も大勢いるんですが、その中古型割安株投資というのは、私は今から考えると、デフレ時代の成功モデルだと思うんですよ、デフレ時代の成功の、デフレ時代の勝利の方程式は、中古型の割安株だったと思うんですが。 これから大きくなってくる中国型株を探すということだったと思うんですけどもインフレ時代の勝利の方程式はやっぱり成長というのがキーワードで成長しながらなおかつ安定という意味で大型株の方がやはり有利で,で今までみんなが耳向きもしなかった指数日経平均を買えばいいじゃないか分かんない時はトピックスでいいじゃないかとかそういう非常にシンプルで誰でも儲かるような形。 まあ実際この70年代っていうのはみんなが大きくなった時代ですからそちらに帰っていくんじゃないかと思いますもちろん我、えー、こそはというかあの個別株の発掘に自信がある人も大勢いると思います、まあ、これだけみんな苦労しましたから色法が読むのが趣味だという人もいると思いますそれはそれで続けてほしい続けてほしいんですがそこだけじゃなくてまて、あ、普通に本当に初心者も儲かる相場 プロしか儲か儲らなない株式市場なんてのははそれは嘘っぱちですよアメリカを見てくれとみんな儲かってるんですからみんなが儲かる時代になるっていうのがある意味このインフレ時代もちろんインフレ時代に乗れなきゃだめですけどねインフレ時代に元気のままだとみんながみんなが儲かる時代に取り残されてしまうと思いますさあここからはちょっと日本銀行がどう変わっていくのかというのを話してみたいと思いますがここはもう結論が出てしまったので簡単にさっさといきたいと思います。 えー、ここで,です、ね、最初に上田さんの考え方をお見せしたいと思います。上田さんという人は、えー、私も長いことあの人を見てるんですが、なかなかのユーモアセンスです、この間もポルトガルで行われた ECB の、えー、中銀フォーラムで大爆笑をかっさらってました、<laughs> えー、25年緩和してもです、ね、日本はインフレにならなかったなんてとぼけていったら、もうラガールドさんが大笑いしていつから落ちそうになってましたからね。<laughs> 英語の達人です で英語の達人でその時使ってた話にもあるんですけどもすごくシンプルな経済,経済モデルというか金利モデルとかあの考え方すごいシンプルなんですよ。これは上田日銀総裁がまだ日銀の審議員だった頃です、えー、あの方は確か99年から2005年かな2004年ぐらいまで審議員をとあの務めてらっしゃったんですけどもその中で2001年の4月に青森県の金融経済懇談会で講演されてます。その時に使った資料を これ日銀のアーカイブから持ってきました。それで彼は何を言ったかというと N 年の長期金利は例えば2年の長期金利はしし2年の長期金利は2年間のここから2年間の政策金利日本の場合は無担保コールレートというやつですけども2年間政策金利がの平均値が2年の金利になるんだよと3年間は3年間の政策金利の平均値が3年金利になるんだよと。 だから10年金利というのは今後10年間日本の政策金利がどうなっていくかそれをみんなが予想して10年金利になるんだよと極めてシンプルなものすごくシンプルな考え方です。もちろん、えー、学術的に言うとこれプラス期間、えー、リスクとかです、ねえー、これプラス政策バイアスとかめんどくさいものがいっぱい乗っかってくるんですけども上田さんというのは本当にできるだけ子どもにでも分かるようにまあ、えー 則計算ですね足し算引き算掛け算割り算が分かる範囲であの説明しようとしているのがよく分かりますでこのモデルを使って何が言いたいかというと上田さんは今もそうだと思いますが私は1年目も2年目も3年目も4年目も N 年ままでで金利を上げませんんって言いたいたすよね N 年間その N の数字をこれから決めなきゃいけないんですけどね 例えば5年なら5年間金利を上げませんとなると5年までの金利は上がらないはずだとこういう考え方なんですよ10年の金利についても10年間相当金融緩和を続けますからそんな急には上がりませんよとこれが上田さんの考え方なんですよだから YCC なんかやらなくてもいいんですと私が説明しますから皆さん私を信じてください私は絶対金利を上げませんからだから YCC を解除したいんです 解除したんです。こういう話です。アプローチの仕方は、でこれ間違ってはいないですよ。だって決めるのは上田さんなんですからね。ただまあそうはいうもののそのインフレがどん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 上がっていくときに手をこまねいて,てはいけない。まあ、そのためにもせめて y c c は解除しようというのが今回の特徴だったと思います。えこれはですね7月の18日に作ったデータです。あの残念ながら金曜日だとコンプライアンスチェック間に合わないので1週間前に出したんですけども。 7月18日の日本のイールドカーブ、イールドカーブっていうのは、1年から10年までの金利がどれぐらいの水準をしていますかという話なんですね。どれぐらいの水準をしていますか、例えば1年の金利がマイナス0.1でした、2年の金利がマイナス0.05でした、3年もマイナスでした、4年からプラスでした、5年、6年、7年、8年、9年、10年まで、この先に20年、30年、40年っていうのがあるんですが、遠くなればなるほど、この上田さんの理論は外れていきます。 で上田さんの理論が私の見解ですよ。上田さんは違うかもと言いませんが、実務に、えー、この世界にも3三十何年やってきて、金利をずっと見て,みてた私の議論は、上田さんの意見は5年までは正しいです。5年までの考え方はとにかく中央銀行がコントロールできます。5年までの金利は FRB が、5年までの金利は ECB が、5年までの金利は日本銀行がコントロールできます。しかし、5年より先、6年、7年、8年、9年と上れば。 数を増やしていけば遠くになればなるほど日本銀行の言言ううここととをを聞聞きません誰の言うことを聞くののくか日本の場合はアメリカです。アメリカの長期金利に引きずられていきます。これが世界です。これは専門用語で言うと、大国の実質金利と小国の名目金利ということで、我々日本はアメリカに比べれば小国です。5年までの金利ならば、日本銀行がコントロールすることは可能。ししかしその先は アメリカの長期金利次第だとということになりますさてこのグラフの言いたいことは先ほど言った上田理論に基づいて例えば2年の金利だったら2年これマイナスなんですけれどもでもマイナスの度合いが低くなってます。ということは1年目の政策金利これ緑で書きましたけどもマイナス0.1だとしても2年目にちょっとプラスになるんじゃないかと。 でまあ3年目になると、これ、でこぼこしているのは、これ、イールド株がこう上がったり下がったりしてるからなんですけれども、仮にさっきの計算を逆転させて、例えば5年の金利なら、5年の金利の、5年の金利、はこれ0.15ぐらいありますけれども、仮に0.1として、0 1る5つまり0.5というのが5年分の政策金利になるわけですよ。5年分の政策金利が0.5あると、5年分の政策金利を、例えば1年目、2年目、3年目、4年目と、 一個一個割り振っていったらそれは市場が考える日本銀行ののの未未来来政策金利にななりりまますす無担保コールとなります7月18日の時点で日本の債券市場の参加者たちは4年目つまり2027年にマイナス金利が解除されてちょびっとだけ金利が上がると予想しています。 残念ながら金曜日の終わりにまだ出てないので、これは財務省が公式記録を明日の月曜日の9時30分に発表しますから、それを見て新しいデータを作,作りますけれども、その結果が知りたい方は、ぜひ、えー、火曜日の日経 CNBC の、えー、10時半ぐらいからの放送を見てください、そこで私がです、ね、皆さんに報告します。 おそらくあんま変わってないと思います日本の金利は4年目5年目ぐらいのとこで上がってくると思います向こう3年間はほとんど変わらないんじゃないかと思いますねつまり向こう3年間は株式投資にとってみれば楽園です楽園です心配することはないだけど例えば今日お集まりの方で住宅ローンを組んでいて変動型住宅ローンを持っているそれを借りてるって人はおそらく銀行の方から何らかの ノーティス通知があったんじゃないかと思います若干上がり始まっています若干というのは0.9が1.1になるとかそれぐらいのもんですけどね変動型住宅ローン金利っていうのは固定型と違ってこの1年の金利とか2年の金利に一緒になって動きます一緒になって動くのでこれ上がってくると変動型住宅ローン金利も上がってくるんですねかくいう私の息子も変動型住宅ローン金利を借りてましてですね、えー 上がった時は親父に面倒見てくれよと言われてるんですけれどもまあ4年目27年ぐらいからですねちょっとちょっと上がってきますね0.5上がってそれがその先10年になると 0.5×10 ですから5%ぐらい上がっちゃうんですよね痛いか痒いか痛くもないか痒くもなければいいんですけれどもまあ1割ぐらい上がってくるとちょっとピンチになるでしょうねそこででもまだしばらくないですほんのわずかだと思います で先ほど言った通りこの7年6年から7年この辺のところ金利というのは当てになりませんこれは世界の金利が決めます世界の金利というのはアメリカの金利が決めますアメリカの10年金利がもし下がってくればこのような高い伸びにはなりませんでちなみにこれアメリカがこれから政策金利をどんなふうに動かすかアメリカも同じでこの7年より先というのは無視してもらっていいと思います特にアメリカの場合は目先3年ぐらいしか予想ができません アメリカの場合は今、5.25から5に上がった政策金利なんですが、来年には4から4.25に、これすごいですね1、1%ぐらい下がる1、1%以上下がるという予想を債券市場は立てています。さらに1、1%ぐらい下がったものが、またその3年目には3.5ぐらいまで下がってきます。そして最終的にはこの3.5ぐらいのところ、3.25から3.5のところで落ち着くというのが、今のアメリカの債券市場の予想ですで。市場が予想しているってことこは この予想はもう株式市場にも、そして為替市場にも織り込まれています。安心してください。この情報はみんなが知っている情報です。プロたちはみんなこれを見ています。その結果、何が為替市場に起きるか、もうこれは織り込まれてますから、これから起きることじゃないですよ。これ、日銀の予想の金利、アメリカの予想の金利、大体いいこの範囲でだいたい、大体2.5%ぐらい。 2.35と書きましたけどね2.5%ぐらいの金利差がこれからも続くというわけです。でこれはこの辺りのところを織り込んでドル円がどう動いたかドル円っていうのは実はこの1年間ほとんど行ったり来たりり来です去年の10月19日に150円まで行って介入があって1月13日には127円まで落ちてでその後また145円まで上がってまたこう行ったり来たりしてますがこれは理由があります。 先ほどお見せした日米の金融政策が定まらなかったんですよ。でもこれではっきりしました、アメリカのほうはとりあえず今回の7月の利上げが最後の利上げでしょうし、で案の定といいますか、えー、安心できるところまで、きシん下がってきましたから、これで、まあ、利下げの準備が整った形になっています。最終的にははこんんなな感じなんですね表の見方はです、ねえー、10月19月日 これ去年の150円をつけた時の日米金利差が予想される政策金利差がこれなんですよ。ぐらいあった時の金利差で,150円なんです1月13日128円をつけた時の日米の政策金利差っていうのはこんな感じで2.5ぐらいなんですよ。多分どちらかというとこの赤の方に近づいてくると思いますが。 今、一番近いのは、大体その将来的にはこの2.35ぐらいを見る、この紫のラインですね、このあたりのところで大体落ち着くと思います、つまり145円にはいかないでしょう、でも128円もいかないでしょう、為替についてはあんまり大きな相場は望まなくてもいい、逆に言えば、アメリカへの株式投資をしてて、為替が心配だっていう人も心配しなくていいですよ、で慌てて円高を危惧して、日本株を売らなきゃいけない。 こここれも考えなくていいいと思いますここからはアメリカの話ですアメリカの話をちょっと長く話すことになると思うんですけれども、なんで長く話すかというと、日本もやがてこういう形になっていくだろうなと、なぜなら日本の金融政策がアメリカをお手本にして、アメリカを追いかけるようにして、これから運用されていくことが、上田総裁としてはっきりしたからです。どういうことかというと、アメリカは今、ゴールディーロック・ソーバーだ、初めて名前を聞く,ことがいるかも聞く人がいるかもしれません。 あの今まで年配の方は見たことがない相場だと思います株が上がるときっていうのは一つは金融相場っていって金利が下がるときだと習いました株が上がるときはもう一つは業績相場っつってですね業績が良くなるときだ景気が良くなるときだと習いましたでも今回は金利がどんどん上がってますアメリカはみんな景気後退だ景気後退だと言ってます金利が上がってて景気後退が怖いっていうのにでも株が上がってますこんな何なんだって言ってみんな大騒ぎして で専門家たちがみんな失敗しして白旗をげましたなぜかというと彼らはこのゴールディーロックス相場っていうのを認めなかったからですじゃあゴールディーロックス相場ってどんなお話だろうと去年の10月12日に SP500 は3577ポイントでボトムをつけましたでそこから7月20日まで取ると27.6%ですこんなふうに上がってます20%ラインを超えてましたで去年の10月12日から こうあの上昇局面が始まるんですが最大下がって8%ぐらいですこれ高値からの下落率です高値をつけた落ちましたまた高値を取った落ちました戻り高値を取った落ちました戻り高値を取って落ちました3月13日こ,この時最大の調整がありましたと言ってもせいぜい8%です何が起きたかこれはシリコンバレーバンクですシリコンバレーバンクがあってもわずか8%ぐらいしか下がらなかったんですよ これゴルディロック相場の特徴です一割も下がらないんですよ二割も下がらないんですよこんな感じです株価が上がってきますこれビックスというのは初めて聞く人いますかねアメリカの保険料です株の保険料です市場参加者が予想する株の変動率です予想変動率です例えば去年の10月あたりは30%ぐらいのところがビックスでしたこれから3割ぐらい下がるかもしれないぞと見てたんですね 三割ぐらい上がるかもしれないけども、とにかく振れ幅の大きい相場だと、人々は思っていました。しかしこれがどん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 時間とともに減っていきます。ここに大きな山があります。二十五パーセント。これがシリコンバレーバンクです。この後もずっと下がり続けています。昨日は十三点一まで下がりました。これがゴールディロック相場です。心配ないんだっていうことです。心配ないって言うなら、もうちょっと株を買っとこうぜ。心配ないって言うなら、例えば、なシェブロンって業績良かったの、じゃあシェブロン買っとこうか。 JP モルガンよかったの JP モルガン買ってこうかと個別でいいじゃないかとボーイグよかったの 3M よかったのジアンソンジョンソンよかったの NVIDIA ドッカンかと、まあ、こんな感じですよこれがゴールディロックソーバーそんな超強く出なくてもいいけども確実なものをどん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 拾っていこうということでこのゴールディロックソーバーが始まりますでゴールディロックソーバーっていうのは今回2度目です前回マーケットで確認されたのは2016年から17年です どうして記憶から抹消されてるかっていうとあっさりと消滅したからですあっさりと消滅したのはこの2018年の1月に起きたビッグスショックという出来事ですビッグスショックっていうのは突然ボラテリティが上がっちゃったんですね突然ボラテリティが上がって株が急落したんですボラテリティっていうのはこれはあの保険料ですから当然のことながら何か悪いことがあったらボラテリティ上がっちゃうんですよ予想ができないもんですボラテリティが将来どうなるかなんて分かりません だけどこの時のビッグショックはどうやって起きたかというと自滅です。どうやって自滅したかというとボラティリティィがアメリカの株のボラティリティが10%割っちゃったんですよ。9.14とか9.15まで。これはおかしい。株ですから普通だいたい1割以上は1年間動くもんです。みんな安心しきっちゃったんですね。絶対大丈夫みたいな感じです。だけど絶対大丈夫なんてことはこの世の中ありませんので、自分の重みに耐えかねて、 つんのめったみたいなものですどういう重みだったかというと、ビックスの先物っていうのがあるんですよ、だいたい先物とかね、デリバティブっていうのは、こういうとき、敵役なんですけどね、ビックスの先物っていうのは、そのそうか、ボラテリティが下がるのかということで、世界中の投資家、投機家たちがアメリカのビックスを空売,空売り、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 売り続けたんですよ。だってそれはそうでしょう、15%のものが10になるっていうことは、3分の1下がるわけですよ、3分の1下がることは、ショートしてたら3割儲かるわけですよ。 それはもうアホでもサルでも儲かるわけでもうみんなやったんですよもともと10万枚しか叩かなかったものがビッグショックの直前は70万枚までやっちゃったんですよね70万まで枚までやったもんだからボラティリティも9.14まで下がったとで70万枚の重みに耐えかねてビッグショックが起きたというわけですでもこれが今また増えてきましたビッグショックは怖いんだけどとりあえずボラティリティは売りだなというのが 今のマーケットですこれがゴールディロックスを作っていますもう一つゴールディロックスの特徴は2015年から19年までのそういう絵を描いてますがボラティリティの低下とともにもう一つ短期金利が上がっていくときに発生しているんですよ今回も短期に上がっています政策金利が上がっていくときにこれが不思議なところです ボラティリティが低下して株が上がるこれはなんとなくわかりますそうか保険料がかからないのかとそんなに心配してないので株がありますだけど金利が上がってる金利が上がってるのになんでボラティリティが下がるんだ金利が上がってる金利が上がってるのになんで株が上がるんだと金利が上がってる金利が上がってるのにこんなふうにゴルディロックスは先物の,の建局が増えていくこれは話せばまた一時間なので三秒ぐらいでまとめますこれはその ボラテリティというものを作っ,て作ったブラック先生とショールズ先生というあのノーベル賞の先生がいるんですけどもこの,人たちが作この人たちが作ったモデルがそもそもそういう仕組みをしてるんですよどういう仕組みかっていうと低いボラテリティの状況で例えばボラテリティが131211という状況の中で短期金利が上がっていくと短期金利っていうのはブラックショールズの大事な変数なんですよ短期金利が上が上っていくとそののブラックショールズの 導き出す答えの中で買い持ちの量は増えるんですよ。これ以上の説明は一時間かかります。で一時間かかって多分私も間違えてる事いっぱいあるかもしれません。実験してみました。実験してみたんだけどもあそういうことね。短期金利が上がってくると株の買い持ちが増える。特にボラティリティが下がると増える。でもわかりそうな気がしますね。短期金利が上がるっていうのはこれ将来の株を買う 権利ですからあるいは株を売る権利を売るというようなことですけども短期金利が上がるというのは株のコストが借り入れコストが上がる分だけもっと買わなきゃいけないという、まあ、割り引かれるみたいなもんですけれども買いいの残が上が上ってくるみたいな形です、まあ、もっと簡単に説明きれいに説明できたらお話したいんですがいずれにしても短期金利が上がってくるとなぜか相場が強含むという現象は物理的にも確認できています。 この絵が今回のゴールディロックスオーバーです短期値がこんな風にどん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 上がっていますでもボラティリティはどん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 下がっています短期値がどん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 上がっていますしかし株価が上がっていると短期値が上がっているでもこんな風に先物の建縦玉が増えていますゴールディロックスオーバーですこれがここからどうなっていくかというと基本的にはこの VIX 次第です VIX ということは例えば地政学上のリスク例えばまたアメリカでとんでもない暴動が起きたとか ウクライナ戦争がとんでもないことになったとかそれこそ核の危機が起きたとか台湾海峡でミサイルが飛んだとかそうなるとビックス上がっちゃいますからそうなると一旦は撤退ですだけど全体として今ビックスというのは歴史的に見ると平均値で見ると下がってるんですね以前と以後とを書きましたけれども2012年よりも前の時代が平均的で20.57 20. あったんです しかし2012年以降、あれからもう11年経ってますが、この2012年以降のビックスというのは17.91ということで、これまた下がり続けてますから、大体3ポイントぐらい下がってるんですよ。で、この2012年に何が起きたかというと、これは金融政策の大改革です。宗教改革に近いものです。何が起きたか、バーナンキーの仕事です。バーナンキーという前の前の議長がやったことです。何を決めたか、これはインフレ目標2%にする。 日本もその後追いかけました。昔はそんな目標なんてなかったんですよ。行き当たりばったりで、中央銀行の総裁が自分の好きなように自由されるにできたんですよ。それこそサプライズですよ。ポジティブでもネガティブでもサプライズがあった時代です。でも2012年にバーナンキがやったのは、インフレ目標を立てます。インフレが2%以上だったら利上げをします。インフレが2%未満だったら利下げをします。非常にシンプルなルールです。だけど、それだけだと信じてもらえないから。 代わりにに人々がフォワードガイダンスとということで説明に行きます世界中に全米にフォワードガイダンスで説明する説明してみんなに分かってもらうこれはもう宗教ですよ分かりやすく言えば宗教っていうとなんか非科学的にように見えるかもしれませんが私は今この宗教を信じています私は FRB が成功すると信じていてで FRB の真似をする日銀もあこれ成功するなと信じています要するに絶対その通りやるということであれば これ貨幣あのお金の問題ですから結局金で片付くんですよ。絶対インフレはつけろといえばそれこそ延々と利上げすればこれやっつけられますからできないわけないんですよ。ただ問題はそのやるガッツがあるかどうかだけだったんですよ。そのやるガッツがあるぞということを見せてくれたのが去年の利上げなんですよ。去年の利上げとんでもないスペースが動きましたよね。私はああれれをを見見てて然としたんですよあれを見て 私の中でで宗教改革が起きたんですよよ信じようとあれがなかったらいまだに FRB 信じてないですよ。でもあれをやるってことは本気だなと思ったんですね。で私の考えてはその今の2%目標とかフォワードガイナンスはデフレを予防する不況から脱出する時には有効だけどもインフレと戦う時にはあんまり実行力ないだろうなと思ったんですよ。利上げなんてそう簡単に中央銀行できるわけないと思ってましたから古い人間です私も。ししかし バーナンキーが作ったシステムはいやそんなの関係ないとインフレをとにかく最優先でやっつけるんだっていうことで0.25昔だったら0.25ずつそろり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 とやるのが利上げだったのが0.250.50.75で0.75どん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 とやっていったこれで私はもうあの惚れましたね <laughs> あこれは信じていいとでアメリカのマーケットもこんなふうにバーナンキー以前とバーナンキー以降では インフレ目標以前は高いボラティリティインフレ目標以降は低いボラティリティに変わりました同時にアメリカの実質金利もインフレ目標以前は高い実質金利インフレ目標以後は低い実質金利そして今回おととい発表された日銀の展望レポートでも日本銀行が潜在成長率0.3しかないということは日本の実質金利は永遠とゼロ金利で終わるはずですこれは日本でもゴールディロックスができるということになります 一方でいまだにアメリカの景気後退を見てる人もいます。それは確かに景気後退はどこでどういう形で起きるかわかりませんが、ただ彼らの使っている理屈というのが、この超短金利差というのでですね、同じことを言い続けるんですよ。30年40年間同じ理屈なんですね。さっき言った宗教改革以前の理屈なんですよ。この理屈は簡単に言うと10年の金利差が逆転すると、 景気交代にななるという極めてシンプルなものですこれでシャドウかかっているところは景気交代液です。だけどこれよく見ると例えばこの1990年にアメリカは景気交代になったんですけれどもここにハテナってなるのはこの時代私もマーケットでもうどっぷり使って最前線で戦ってたのから覚えてるんですけどもその1990年にアメリカが景気交代になった理由は湾岸戦争なんですよ。サダムフセインががクエートに侵攻して多国籍軍が えー、あそこのペルシャ湾に集結してアメリカのお父さんたちがみんなお母さんも行ったけども兵隊に行っておられちゃったもんでアメリカ景気交代になったんですよ湾岸戦争なかったら軽気交になってないかもしれないですよでもっと言うと債券市場が湾岸戦争を予想できたかできるわけないですよそんなのね例えばここコロナでコロナ,の、えー、コロナ危機があって軽気交でがありましたその前の年2019年の夏にイルドキャーカーブが一瞬逆転したんですよね夏ですでその後 こんなふうに景気後退になったからほらまた当たったぜと百発百中だ何でも知ってるんだよ債券市場はなんてまあ各いう私もですねその時はラジオとかで「ああ債券市場見たらラジオは絶対結構だ」ってもう「あも百発百中だ」とか言ってたんだけどちょっと待てと債券市場がコロナを予想できたかと予想できるわけないんですよ何だからもの債券市場に万能の力があると考えるのはこれはやっぱりあまりにも不損な考え方です。 同時に先ほどの実質金利で見ましたけれども時代はこの時代と2012年以降の時代は明らかに違うんですよ宗教改革後の時代だと私は言っているんですけれども昔のロジックで今の時代を見ちゃいけないと例えばこれですこのグラフは信用リスクの2つのグラフを取っています皆さん見たことありますかねアメリカの銀行の融資態度という シニアローンオフィサーサーベイというのを FRB が作ってるんですけれども、傘下の銀行の融資担当者に3か月に1回調査して、お宅の貸し出し態度はどうですかっていうのをデータで残してくれてるんですね、赤い折れ線グラフです、これ右軸です、上の方に行くと厳しいんですね、でここコロナの時ですね、でここ例えば金融危機の時ですね、ここ IT バブルの時ですね、貸し出しが厳しくなるんですね。 今回もまたシリコンバレーバンクのニュースが伝わったときに、あるいは短期金利の上昇があって、貸し出し態度厳しくなったんですよ。貸し出し態度が厳しくなって、これでもう息の根が止まったという人も多かったんですが、ところがまた、ここでも過去にはなかったことが起きたんです。今度は青い折れ線グラフを見てください。青い折れ線グラフは左軸です。HY と書いています。これ、ハイールド債です。ハイールド債の信用リスクという、その数値化したものです。 信用リスクは何かというと同年間の廃炉ド債というのは大体2年とか3年ぐらいの短い2年ぐらいの債券なんですけども同年間の2年なら2年の国債との利回り差です相手いバウのときに国債との利回り差がぐわっと上がります潰れるかもしれませんから潰れるかもしれない債券なんかぶん投げられちゃう売ったほうがいいと。金融危機のときも,ううもこうなんですが今回上がってないんですよ で昔に比べるとコロナの時も上がってないんですよね。これが宗教改革前です。これが宗教改革後です。変わったんですよやっぱり。でこの変わった理由はアメリカが日本とは違って銀行に支配されてる国ではないことも関係しています。日本っていうのはなんだかんだ言いながら銀行に支配されています。みんなメインバンク持ってますから何か商売するったら銀行に頭を下げなきゃいけません。 アメ,リカのアメリカの企業の場合は、銀行に頭を下げる人っていうのはほとんどいないです。なんでかっていうと、いざとなりゃ、自分で社債を発行する、債券を発行するってわけです。銀行に頭を下げるよりは、ゴールドマン・サックスの門を叩きます、メリル・リンチの門を叩きます。あるいは、今だったら、ヘッジファンドにダイレクトに行くところもいます。誰でも金貸し業できるような仕組みなんですよ。これ、直接金融と言います。これが日本と大きな違いです。それがあるので、いくら銀行の連中が金貸さないよっ,つっても、 いいやいや金貸してるよ金はいくらでもあるからねこれが投資銀行とヘッジファンドと政府とか年金とかシャドーバンクと一般に言われてますけども金がり余ってるんですねり余ってるから企業は潰れない潰れないっていうことは何だ景気後ないのかとこういう話になります昔とやっぱ変わりましたまあそういうわけで今日ここまでずっともう1時間近く 50分喋ったかな、50分強気のことを言って、そろそろ切ってです、ね、皆さんからの,あの質問に答えようと思うんですが、それでも相場ですから、リスクはあります。で、私の仕事も、えー、今、強気の相場はり、なんで強気なのか、なんで強いのかって話をしましたけれども、点検をしなきゃいけません。危ない橋は渡りたくありませんから、えー、チェックポイントをいくつかご紹介しておきます。どういうことかっていうと、まず1つは、ゴールディロック相場っていうのは、 FRB にに対対すする絶対る絶な信頼の生ままれ FRB がちゃんとインフレを退治してくれる。FRB は景気後退を未然に防いでくれる。このポジティブにもネガティブにもならない。絶対的に安心です。それをどこで判断するかというと、この期待インフレ率というデータで私は判断しています。まあ私以外にも、アメリカのヘッジファンドはほぼこれを見ています。毎日これをチェックしています。皆さんご自身で見るときはセントルイス連銀ンンのホームページに行ってもらうと、これは。 期待インフレ率というのはブレイクイーブンレートというちょっと難しい名前なんですけどもね、えー、とどうしようかな、えー、っとセントルイス連銀ンンインタレストレートでインタレストレートスプレッドスプレッドの中の10イヤー BE とか5イヤー BE とか30イヤー BE っていうのがあるんですけどもそうやって降りていくと誰でもいられます。この期待インフレ率っていうのを FRB は2%から2.5%にしたいんですよ。 インフレ目標2%ですからね、債券市場が見ているインフレ率が2%ぐらいであってほしいんですよ。こうなっちゃうと利上げをします。期待インフレ率が3%になったら、もうどんどん利上げだと。でも逆に、期待インフレ率が1.5とか0.5になったら、これ、どんどん利下げです。株式市場はどう判断するかというと、このゴルフをやってる人なら、この言い方が説明,説明つけると思うんですけどこれ、フェアウェイなんですよ。外れちゃうと、これ、株暴落です。でです外れちゃうと金利上昇で株 OB です。 この範囲で動いていればゴールディロックスは続きます。これがなぜ1つ目、それから2つ目は言わずと知れたビッグスです。これが上がってくるとダメです。上がってくると駄目です。このビックスはもう普通にヤフーファイナンスとかで毎日見れます。世界の株価なんていうですね。見やすいあの画面があると思いますけどもね。あそこでも出てます。日経新聞もあの拾ってくるくれると思います。これがだいたい。まあ下がってる間は大丈夫です。 さらにもう一つは、私はこの2年平均というのを見ています、長期トレンドです、これ、じりじり下がってるんですよ、今。この2年平均でビックスが下がっている間というのは、こんな感じで、2年平均がこんなふうに下がっているとき、こんなふうに下がっているとき、これはね、景気後退来ないんですよ。今まで景気後退、これはコロナのとき、これは金融危機のとき、これは IT バウルのときですけども、やっぱりビックスが上がってからなんですよ。 つまりゴールディロックスじゃないときに景気答えが来ているんですよ。ゴールディロックスの状態のときは、これ、過去3回しかないんですけども、データとしては90年から取れ,取れてますから、まあ、信頼性は私は高いと思います。ビックスが恒常的にトレ,トレンドして上がってくるまでは、景気答えは私はないと見ています。で最後に、先ほどもお話ししました、灰色土砂ですね。灰色土砂っていうのは 結果コードでいうと HYG っていうのがあるんですけどね HYG ハ,ハイイール,ルドのグレードということですけどもこれはあのブラックロックが上場させてる ETF ですがこいつが暴落しなかったら大丈夫ですねハイイルドが暴落する局面があると何かあったなまあひょっとしたらそのハイイルドの大暴落というのが NVIDIA の業績がすごい悪くなったとその瞬間に起きるかもしれないんでそうなったらあやあれちっやっちまったなみたいな話になるかもしれませんが例えばこのハイイルドの 信用リスクが急に跳ねるところが過去8回ぐらいあります跳ねるところのポイントはこの5%に線を引いています5%を超えると跳ねたと私は判断するんですけれども過去にこの8回跳ねたところは全部理由があります例えば98年のロシア危機00年の IT バブル危機金融危機アメリカの国債の格下げそれから原油価格がバーレル26ドルまで下がったところチェサピークなんていう会社がぶっ潰れました 回これはあの6番、これは、えー、前回の利上げの最終局面ですね2018年の12月で7番は言わずとしていたコロナそして8番は去年の利上げこれ全部、全部が全部このハイルドが跳ねると少なく見積もっても10%多,い見積も多くなるとこれそれこそ5割ぐらいの株価の下落になります。まあ、ゴールディロックスーーですからやっぱり 5ぐららいい下がったらお締め買いなんですよでも10%下がったら1回、ね、ポジションを落とさなきゃいけないこういう形ですトレーディング的には10%以上下がることは多分ないと思うんですよよっぽどのこれぐらいの事件がない限りは、まあ、ただここの中に入っているのがガーファムとですねガーファムとっていうのはグーグルとかアマゾンとかアップルとか Facebook メタそれからマイクロソフト今ではテスラそして えー、このグループが一角が大きく崩れたら今まで見たことのないようなハイルドの上昇とか今まで見たことのないようなビックスの上昇があるかもしれませんが、えー、この今言ったがあファムと7か7つか7社の決算は一応見てた方がいいかなと思います、まあ、そういうわけで気の抜けな日,がつ日々が続きますが基本は基本はこのロングポジションで,で基本は 今まで何か持ってなかった方がいるかもしれませんが、指数の買い持ちですね、SP500 でいいと思います、あるいはナスダックでもいいと思います、日経なら日経で、トピックスでもいいと思います、あのー、キャッシュにしてるよりは、あのこういうものをいくつか持って、あとは信頼できるというか、自分の、えーえー、自信のある銘柄、このポジションを持って、このインフレ相場を、まあ、順調に資産、資産の増加に、増大に努めていってもらいたいかなと思います。 ちょっと喋りすぎました。私の講演はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。またこのような機会があるかと思いますので、またぜひご参加ください。本日お越しいただきまして本当にありがとうございました。